はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。とうとうね、ここね、カシャル、海底神殿の祈りの間にいるフィナの話を聞こうって書いてるんですけど、バージョン 3.5 に行きたいと思います。嵐の了解だと思うんですけどね。バージョン3の最後ですね。ここクリアしたらバージョン4に行けるので、とうとう追いついてきたかなと。ここまであればだいぶドラケ10の知識はついたと思うんですけどね。あと残りのここまでのサブクエストほとんど攻略して、まあ、番号500番台とかはやってないですけど、そんな感じです。あなたと話がしたいと思っていたところです。来てくれて感謝します、ボッコ。神獣の身でありながら私はこの領海とそこで生きる者たちを愛しすぎてしまった。これからは己を律しながら、ルシカの民だけでなく竜の民のすべてが自らの救う道を探せるよう何かしら手助けができたらと思いますわ。あなた方が示してくれたように。そしてボッコ、嵐の領海の道はナドラガ教団の者らに阻まれてしまいました。しかし聖塔を見張らしていた青の騎士団から先ほど知らせが届いたのです。円盤の遺跡で見張りに立っていたナドラガ教団の兵士が忽然と姿を消した。泣いたんだね。奴らが姿を消した理由はわからぬが、嵐の領海に渡るならこの好機を逃す術はない。邪悪なる意志を追っていたヒューザの元への伝令のものを向かわせました。多分これね、 3.4 配信されて 3.5 がね配信されるまでそこにいたんじゃないかなとかも思うんだけどね。配信されていけるようになるっていうね。今頃は天水の聖塔の円盤の遺跡を目指しているということと思います。ボッコ、あなたもどうかヒューザと共に嵐の領海へ向かってください。そしてナドラガ神の復活を止めてください。邪悪なる意志に惑わされたナドラガ教団の者がこれ以上間違いを重ねる前に、あなた方と竜の民の道行きに神々のご加護があらんこと。はいはい。ということで、どこにあったっけ？天水の塔か。あそこの一番上にあったね、なぜかここはね。まあ、イザナイの間から飛べんのか。でも、こっからも飛べんもんね。要は、これに乗ればいけるよね。さて、嵐の領海は、まあ、どういう場所なんかな。解放の間。まあ、ここだよね。裏に何かないか病。あるんだよね、結構ね。あ、なんかありそうじゃね。あ、ないか。あ、なんだこれ、女神像がある。うん、案外ね、ペローンって怒ってたりするからね、自分結構見つけてますよ、裏とか。ん？お子様、この場を守っていた奈良行団の者たちはいつの間にか姿を消しました。今ならば嵐の了解お迎えいただけます。くれぐれもお気をつけて。なんかあったんかな。よし、やってみようか。嵐だから、ね、どんな感じなんだろう。まあ、嵐なんですよね。よ、ボコ、一足早く、ついていたのか。おう、ヒューザ。これ、サーブでずっとついてきてくれたらすげえ強いんだけどね。邪悪なる意志とやらの尻尾をつかもうと、あちこち回ってみたんだけどよ。その時、ナドラガ教団の連中が嵐の領海で、邪神復活のため何かやらかそうとしてるって情報を手に入れたんだ。邪神の復活を止めてやるってフィナにも言っちまったからな。俺もお前と一緒に行くぜ。よろしくな、ボッコ。それじゃあ早速嵐の領海へ向かうとしよう。まあ一緒に行くとずっとついてくるわけじゃないよね。ゲストパーティーみたいについてきたらね、その間にね、あの強いやつら倒したいんだけどね。
人雷の丘。なんも、なんもないね。よし。ま、ん？水乱の政党っていうんかな、あれ。今どこにいるの？あ、これか。ムストの町だって。右行ってみっか、じゃん。竜巻とかなんかいろいろあるんだね。なんかいろいろありそうで。敵も多分、新しいのはいるかなと思うんだけど。まあ、いつもいたいね。ちょっと調べながら行こうかなと。これなんだ？お、お。こういう感じか。あれはなんだあれ？ああ！シャドウサタンかなあれ。どっちだろう？シャドウサタンだね、あれ。お、ドラクエ5の音楽流れてる。しかもドラクエ5の敵がいるしね。それを言おうと思ったらドラクエ5流れてすげえな。これドラクエ5です、敵。まあドラクエ5初登場ね。うちスライムいいんじゃん。しかも音楽もドラクエ5に戻った。全てにおいてフィールドも敵もドラケファイブ、敵もドラケファイブ、そうだね。え、フィールドも敵も戦闘音楽もドラケファイブか。通常のドラケファイブだったら HP100 ぐらいなんですけどね、シャドウパターン。まあ、あのインフレ起こしてるから、まあ、そんなに弱くはないけど、ドラケ10。お、さすがにここまで来ると普通に他のパーティーの方と会いますね。うちスライム、まあこれは6登場のモンスターですけど、ミアブルはね1回目しか使わないので、まあちょっと離れた場所に行きますけどね。あとコマンドがね、ちょっと自分慣れね、これで慣れちゃってるので、まあ、コマンドしてますけど。ん？倒した。おお、行きましょうか。おっと、魔怪獣。ん？輝きそうか。これなんだろう。200回ジャンプしてよけたらなんかもらえるとかね、違うゲームになっちゃうね、そしたら。今なんか食らった？お、サンダーシャウト。これ戦ってるもんね。何回倒してるの？あんま倒してないけど、13回か。グレートドラゴンがいる。ブラックドラゴンいてね、まあ、いけんのかな、これは。おお、いいね。当たるダメージが少なくなった。なんか下げてくか。引くか？引かないか。あ、いけっかある。テーブスに食らうな。おお。やべ、かっこいいな、ドラゴンじゃない。ドラゴンだ。グレートドラゴンね、いいっすよね。まだちょっと判定ないから。やべ、かっこいい。こんなんだ。お、小さなレベル。あ、レベル上がった。90になった。次いくつだ？59万。あ、まあそんなもんだよな。マックスだもんね、今ね。とりあえず触れるもんないので、
おお、グレートドラゴンいいね。やべ、かっこいいあれ。ムストの町だって、何が起こってんでしょうか、ここでは。魔王の影、なんか色紫、こんな色してないの？魔王の影かな？え、これギガデーモン？おいおい、なんだよ、町を見つけたと思ったらこのありさまか。人の姿が見えない。あいつらに襲われちまったんだろうな。かわいそうに。こんな大きな町が魔物にやられちまうなんて、一体何があったんだ？ナドラガ教団のせいかもしれねえな。手がかりが残っていないか、町の中を探してみようぜ、ぼっこ。ホロゴーストじゃないよね。色的にちょっと違ったよね。だとしてもドラクエ3かな、初登場。魔王の影っていたんだけど、あれ、ミゼルだっけ、あれって。戦えないんか？ここだ。右にいたね、今ね、なんかね。ボッコが家の敷居をまたぐと、突然頭の中に声が聞こえてきた。ちょっとそこのあなた、私のところまで来てちょうだい。上よ、私は上の階にいるわ。町長より緊急連絡。疾風の騎士団長、フルコ様より。あ、フルコさんだ。最近の風の中に、体に有害な毒が含まれているとの、研究報告あり、命の危険があるため、全住人は不要不急の外出を控えるべし、特に幼い子供から目を離すとのこと。フルコ、そういや、まだどういう状況なんか分かんない。ニコちゃん、あれ、これフルコさんがボッコさんにくれた帽子になんかくっついてたね。やっと私の魂の叫びが聞こえる人が現れてくれたよね。私の名前はニコ。そうね、あなたなら特別にニコちゃんと呼んでもいいわよ。見ての通り、私は普通の植物じゃないわ。偉大な錬金術師フルコに生み出されたこの世に一つだけの特別な存在なのよ。え、フルコを知ってるの？あなたの姉ですって。それであなたがボッコなのね。そうだね、二人合わせてフルボッコさん。まあそれいいや。フルコから散々聞かされた名前よ。どうせならもっと早く来なさい。でもそれで納得できたわ。私の魂の叫びがあなたにだけ届いたのはそのせいに違いないわね。で、そんなことはどうでもいいわ。私とっても困ってるのよ。フルコがどこかに出かけたまま帰ってこなくて、それどころか町の人までみんな急にいなくなってしまったの。え、ボッコ、町の人たちがどこに行ったのか突き止めて、私をフルコのところまで連れて行ってくれる？まあ、はい。ありがとう。と言っておくわ。あなた思ったより優しい人のようね。私はスペシャルでブリリアントな存在だし、他でもないあなたの姉が作ったんだから、当然といえば当然だけど。それでは私はあなたの懐の中にお邪魔するけど、大切に扱いなさいよ。はい。ニコちゃん。あ、いなくなっちゃった。はい。みんながどこに行ってしまったのか、情報を集めないといけないよね。この家で手がかりを探してみましょう。すでに家の中を調べたかもしれないけど、もう一回気になるところを調べてみて。私なら何かに気づくことがあるかもしれないわ。もし何をすればいいかわからなくなったら、私に聞きなさい。教えてあげるから。はい。まあ、ムストの町の錬金工房で何か探そうって書いてあるけどね。え、これしかないんじゃない？ね、先ほどの有害がどうとかこうとかね。お、あなたは知らないだろうけど、昔から クルッチ大変だね。この領海のみんなはすごい風と激しい雷で苦労していたわ。でもそこに書かれているように、風そのものがさらに危険になったみたい。確か豪風って呼んでいたわね。豪風だよな。そういえば、みんながいなくなる前に、今までいなく体がビリビリと痛むとんでもない豪風が吹いたのよ。
悲鳴みたいな声があちこちから家の中まで聞こえてきたけど、動けない私にはどうしようもなかった。もしかしてその豪風のせいでみんなへ降るかも。いえ、まだ断定はできないわ。他の家にも手がかりが残ってないか探しに行ってちょうだい。町長の家だって次は、まあ、ガイドが一応あるからね。外の敵ちょっと気になるんだけど、乗れんだ。どっちだこれ。ヘルクラッシャーの方か。ヘルクラッシャーだねこれね。ヘルクラッシャーと魔王の影でいいんだね、やっぱり、ね、これは初だね。魔王の影はドラゴンクエスト3にいて、ヘルクラッシャーはね、まあ、6だね。あれ、あいつどこ行った？やばいとこ怒っちゃったじゃん。あ、まあいい、倒してくれた。武器職、属暗殺武器の歴史。これレアなやつじゃねえの？これ売ったらいいやつじゃん。自分に使ってもいいけど、どっちみち今の職業を上げたら変えれんだよね、職業ね。途方もない時間かかるけど。なんだね。あ、誰か戦ってんのか。ギガデモンだよな。雑魚キャラで出てきてんの？これボスキャラだったし、こんなの。ヒップキング。これは、ヒッポキングは天のモンスターかな。いなかったよね。似たのはいたけどね。シールドヒッポとかいたけど全然違うもん。縦2個持ってる。ドラクエ5にいたけどね。あと、ライノソルジャーとかもまた違うの似てるけどね。それはドラクエ4にいたモンスター。もう一個上か。こっちか。これか。これだ。何よ、鍵がかかってるわ。これじゃ中に入れないじゃないの。こうなったら私の特技で使うしかないよね。いいこと、今から私がすることはフルコにも絶対言わないで。はい、2個が現れ、葉っぱの先を鍵穴に差し込んで何やら動かし始めた。なんと扉の鍵が外れたようだ。おお、緊急事態だからきっとこの家の人も許してくれるはずよ。さあ手がかりを探してちょうだい。もういいね、これいないとダメなんだね。本はどうやら日記のようだ。日付は少し古いものになっている。フルコと名乗った異種族の若者を初めてこの目で見たとき、私は驚きを隠すことができなかった。さらにフルコが見せてくれた錬金術という技、あんなつまらない材料からあのようなすごいものを作り出せるなんて、錬金術とはなんと不思議な術なのだ。日記にはまだ続きがあるようだ。今日再び来訪者があった。クローズという竜族の男がどうもフルコとは知り合いらしい。クローズには予知の力があると語るが、そんな力がこの世にあるわけがない。詐欺師などに騙されるものか。いや、あるんだよそれがね。日記にはまだ続きがあるようだ。クローズ様の予知の力は本物だ。様になってる。何を隠そう、私自身がその力によって命を救われたんだから疑い余地などない。クローズ様はこの絶望から我々を救うために現れた救世主なのかもしれない。フルコのことが書かれているわね。あの人は町の人のために錬金術でいろいろなものを作ってあげていたわ。中にはおかしなものもあったけど、それはそれで受けていたみたいよ。クローズのことはよく知らないわ。私の好みじゃないし。でも予知の力は本物のようね。町のみんなからかなり頼りにされているって感じだったわ。クローズはね、バージョン2の一番最初の方に出てきてね、未だにね、まあずっとね、まあ物語が続いてるような感じだけどね。他の階にも日記が置いてあるかも。今は少しでも情報が欲しいわ。探してみてちょうだい。もう何起こってんだこれ。ようやくもうクライマックスって感じだけどね。お、これか。はい、一冊の日記を見つけて手に取って読んでみた。少し前の日記だって。クローズ様とフルコ様がナドラガ教団は竜族にとって危険な存在だと
皆に訴えている。一体何が起ころうとしてるんだろう。ナドラガ教団がやっぱ敵っていうかなんだろうね。でもなんか一部だけしかなんか、どうなんだろう、どういう状況なんかわかんないよね。クローズ様とフルコ様は教団に対抗すべく疾風の騎士団なる組織を作り、その人員を募り始めた。ナドラガ神の復活、それは我々竜族にとって喜ばしいことではないのか。私は何を信じるべきなのだろうか。そうそう、フルコはね、クローズと協力して疾風の騎士団というのをこの町で結成したのよ。ナドラガ教団と戦うためだって言っていたわ。まあやっぱ敵対してんだろうね。詳しくは知らないけど、教団はかなり危ないことを企んでるみたいね。だからそれが一部が企んでるのか、本当にそうだと信じてね、別に悪い人だじゃないんだけど、一部の人らが、まあ、そう思い込んでやってんのか。だけどその青の騎士団っていうのがね、あの水の領海にいまして、それとねちょっと敵対してるっていうか、考えがねちょっと違うので、どうなんかなって感じだけど、最初はみんな興味なかったみたいだけど、フルコとクローズが説得して騎士団に入る人も増えていったのよ。他の階にも肉屋置かれているかも。今は少しでも情報が欲しいが、探してみてとね。まあそこは明らかになるんかな、ようやくね。びっくりした誰かいたんかと思って。これは違うか。ま、日記宝とかないか。はい、本屋はどうやら日記のようだ。日付によれば最近のものらしい。先日のこれまでにない豪風、異世界から来たという娘がいなかったら我々は全滅していたに違いない。クローズ様が予知した魔物襲来の日も刻一刻と近づいてきている。その時我々はどうなってしまうのか。いざという時のために女神の書を配り、皆に読み込んで置いてもらわねば。はい、あとはずっと白紙のよね。3冊の日記から一通りの情報が集まった気がするわね。ちょっと整理してみましょうか。町の人たちはずっと豪風に苦しんでいて、その上クローズが魔物の襲撃があると予知したみたいね。それからどうなったのかは残念だけど、ここまでの情報だけじゃはっきりとわからないわ。一つ私が気になっているのが、女神の書を読み込むってところなんだけど、今はまだ何とも言えないわね。やっぱり新しい手がかりが必要ね。他の家にも探しに行ってちょうだい。うん、探そうか。他の家にも探しに行ってちょうだい。なんだ、あ、怒れんのか。だから、フルコさん最初ね、ナドラガ教団を、まあ、止めるために出てきたんだけど、ボッコさんはね、最初来た時何にも知らないからね、ナドラガ教団にね、解放者って言われてね、そのまま動いた感じだけど、だからそれをね、言ってくれればいいんだけど、言う暇もなく、まあ、物語が進んでいったって感じだったので、バージョン3のここにいるようなモンスターね、バージョン1で出てきますからね、ヘルクラスターとかめちゃくちゃ強かったわけだよね、それはね。あ、これか。はい、私の特技の出番ね。よし、行ってみよう。情報をとりあえず集めとこう。したらね、次回やりやすいからね。はい、手がかりを探してちょうだい。あ、でもなんか分かってきたね、だんだんね。でもまあ予想の範囲内の話だけど、それは予想外のことが書かれてるものとかがありそうだよね。だからその真意が何なのかっていうのが分かんないから、まあ、何とも言えないっていうのもあるけど。ん？お？綺麗なまま巻物が気づき、それを拾い上げた。巻物を広げると女神の書と題名らしきものが書かれているが、他には何も書かれていないようだ。それが日記にあった女神の書ね。でも読み込むって書いてあったのに題名だけなんておかしいわね。何かが思い出すぞ。あ、そういえばフルコが秘密の文章をやり取りするときに見えない文字を使っていたことがあるわ。木枯らし水仙っていう植物から作った汁を塗ると透明なインクで書かれた文字が浮かび上がる仕組みらしいの。この女神の書もそのインクで書かれているとは考えられないかしら。ものは試しよう。烈風の岬まで木枯らし水仙を一緒に探しに行きましょう。烈風の岬は町の南東から出た先、天津風の原っていうのかな、の北の方にあるわ。巻物を持っていくの忘れないでよ。さて、そこ行ってどんぐらいあるんだろう。まだ結構長いんかな。ああ、右下だね。よし、行ってみよう。あ、宝箱。絶対拾える位置にあるのって小さめだね。あ、違う。トラマナミスト。ああ、これ地形ダメージ受けなくなる。これ売ってたね、そういえば。海底とかでね、マグマのとことか床ダメージ受けてましたけど、
これ使うとね、食らわないんで。うお、結構遠いね。あそこも、あそこ行ってみっか。せっかくだから。で、結構時間来てるんで、そこまでね、入り口まで行っちゃいますね。そこまでのモンスターなんかいれば、収録します。収録しますの前にこれなんだ？バジリスケイル。全部初めてだし。これスクラッチャーとか、ね、そんなネイルビーストとかの入れ違いです。強さ全然違うですけど、トロールキングにもあそこに。後でまたここ回れっていうのあるんだもんね、クエストはね。トロールキングだろ。ああ、ここ通った、ああ、ここ行ったらダメなのか。ここを、トラマナミスト使えばいいので。いや。そういうことでしょ、地形ダメージ受けないって。嘆きの亡霊か、これは。これはいいわ。あ、ジメジメバブル。あんなとこに立ってあいつは勇者かって話ですけど。すげえね、毒。お？ナンプ？魔人ブドゥ。ドラクエ6の強いやつ。今ドラゴンファンタジーってやってるんですけど、これ出てきます。ブドゥのランプもいいのかな。じゃあランプそういえばいないよ。ブドゥだらけ。あら、ベルフェゴル。やっぱもう一体じゃないよね。一体で強かったからね、この昔ね。着いたね。ここだ。あそこ行けばいいのか。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。